和歌山電鉄岸川線。岸川線は、和歌山県和歌山市の和歌山駅から、和歌山県木の川市の岸駅までを結ぶ、和歌山電鉄の鉄道路線である。通称は、和歌山電鉄岸川線。和歌山市の東港に伸びる鉄道路線で、2006年4月1日に、和歌山電鉄が南海電気鉄道から継承した、経緯は後日、すべて普通列車で、 全線直通は終日1時間あたり1から2本。これに朝ラッシュ時と12時台及び15時台以降に、伊田基駅より開始の列車が加わり、和歌山駅伊田基駅間はこれらの時間帯では3から4本になる。交換可能駅が少なく、運転間隔は最短でも17分必要であるため、完全に毎時4本運転とはならない。全列車でワンマン運転を行っている。 南海電気鉄道から引き継いで使用されている2270系電車のリニューアルデザインが、和歌山電鉄の親会社である、岡山電気機道の9200系電車、ももなどをデザインした、水戸岡栄治によって行わており、2006年8月6日からは、いちご電車、2007年7月29日からは、おもちゃ電車、2009年3月21日からは、玉電車、 2016年6月4日からは、梅製電車が運行されている。岸川線の近年の輸送実績を過表に記す。輸送量は1997年、平成9年以降減少していたが、和歌山電鉄に運営移管後は、増加に転じている。表中、輸送人員の単位は万人。輸送人員は、年度での値。表中、最高値を赤色で。 最高値を記録した年度以降の最低値を青色で、最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。岸川線の近年の収入実績を過表に記す。旅客運賃収入は1997年、平成9年以降減少していたが、和歌山電鉄に運営移管後は増加に転じている。運輸増収については年度による変動が大きい。中。 収入の単位は1000円。数値は年度での値。表中、最高値を赤色で、最高値を記録した年度以降の最低値を青色で、最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。岸川線の近年の営業成績を下表に記す。和歌山電鉄移管後は人件費や減価償却費を中心に、 大幅な経費削減を行った結果赤字額が激減している。平成19年度には遺憾前の10分の1程度にまで赤字幅を縮減。減価償却費を差し引く前の実質的な単年度赤字は40000円程度にまで改善している。表中、収入の単位は1000円。数値は年度での値。表中、最高値を赤色で。 最高値を記録した年度以降の最低値を青色で、最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。和歌山市と野上町を結ぶべく計画されたが、同時期に計画された野上京弁鉄道の計画に破れ認可が下りず、計画を変更。沿線にある日前宮、ヘッツイ山の上社、イフト式祖神社などへの参詣、いわゆる三社参りのための鉄道として、 1916年に三東京弁鉄道により開業した。開業当初は、当時の和歌山市街地に近い大橋駅、現在の和歌山駅の南西が起点であったが、翌年に国鉄和歌山駅、現在の際駅近くの中の島駅まで延伸。後に、帰省本線の建設に伴い、東和歌山駅、現在の和歌山駅に起点を変更している。1931年には、 和歌山鉄道に社名を改め、1943年には全線の電化が完成した。その後、和歌山電気軌道を経て、1961年に南海電気鉄道岸川線となった。1971年に和歌山軌道線が廃止されると、他の南海の路線とは孤立した路線となった。1973年に他の南海の路線では、 河川電圧が1500ボルトに昇圧されたが、岸川線は600ボルトのまま据え置かれた。1990年代になって、CTC 化や車両の置き換え、一部駅の無人化、ワンマン運転の実施などの近代化、合理化が行われた。しかし、1999年に南海電気鉄道も参加した、スルッと関西対応カードは、どうも岸川線では使えなかった。 沿線は、宅地開発が進んだが、自家用車利用が多く、また少子化や自転車通学の浸透による、高校生の通学利用の減少もあり、利用者は、伸び悩んでいた。2003年11月に、南海電気鉄道が、岸川線の廃止を検討していることを表明した、ことにより、存続問題が浮上した。2004年8月には、南海電気鉄道が2005年9月末をもって、 同線から撤退することを発表、2004年9月に国土交通省緊急運輸局に鉄道事業廃止届出書を提出した。これに対し2005年2月和歌山県和歌山市と岸川町、当時は岸川線存続で合意、事業の引き継ぎ先を公募した。同時に県市長は岸川線を下記の内容で支援することを公表した。なお、 この支援形態は、岸川線の運営移管の3年前に、近畿日本鉄道より運営移管した、三義鉄道税線の事例に告示しているが、支援総額は、岸川線の方が、北税線より少ない。2005年4月には、9つの企業、個人の中から両備えグループの岡山電気機動が選ばれた。そして2005年4月28日、 岡山電気機,機動が事業を引き継ぐことを発表した。岡山電気機,機動が和歌山市に設立する新会社の下での運行開始予定を2006年4月1日とし、事業許可上渡のため、和歌山市などが南海電気鉄道に撤退期限の延長を求め、南海電気鉄道がこれに応じたため、2005年6月に運営会社として和歌山電鉄が設立され、 岡山電気機,機動株式会社100%出資、2006年1月に国土交通大臣に鉄道事業場と譲り受け認可申請書が提出さ、2006年4月1日から同社の下で運行されることになった。中野島駅畑屋敷駅大橋駅秋月駅、現、日野熊宮駅。和歌山鉄道時代に和歌山駅から和歌山市駅までの延長計画があり、 1928年5月10日に免許を取得したが、1931年10月15日に執行している。また、岸駅から小川町まで延伸する計画があり、和歌山鉄道時代の1950年12月23日に免許を取得したが、南海電鉄時代の1967年4月18日に執行している。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。